こんにちは、メリーです。本日ご紹介するのはコンシールファスナーの裏地の付け方です。今回はすべてミシンで仕上げる方法をご紹介したいと思います。以前メリーのところにコンシールファスナーの裏地の付け方教えてくださいっていうリクエストがありましたので、今回それにお答えする形となりました。手縫いでする方がメリーとしては好きなんですけれども、ミシンもねすっきりと綺麗に仕上がるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも今回ミシンでの仕上げ方覚えてもらえたらなと思います。それでは早速始めていきましょう。それではまず裏地の型紙についてご説明したいなと思います。後ろ中心があります。後ろ中心っていうのは表身ごろで言ったらコンシールファスナーをつけた位置だと思ってください。開き止まりから1センチ下がったところの後ろ中心、裾に向かって縫い代1センチをつけてください。開き止まりから1センチ下がったところからファスナーのついている部分ですね、こちらには縫い代はつけません。この状態で、裏地の方を裁断してください。裁断ができましたら中表になるように重ねてもらって、この後ろ中心の部分ですね、こちらの方にしつけをしてください。大針小針で結構です。裏地というのは伸縮性がありませんので、少し大きめに規制をかけて作りたいと思っていますので、まずは出来上がり線、後ろ中心にしつけをして 3mm から 5mm 縫い代側を本縫いミシンをかけたいと思います。 3mm から 5mm の範囲でかけてください。それができましたら広げてもらって、縫い代は向かって右側に倒しておいてもらえたら結構です。この状態に仕上げてください。型紙で説明しますと、今後ろ中心と後ろ中心が重なった状態になっていますので、ちょうどファスナーのついてた部分に、このような状態になるんじゃないかなと思います。でこちらの方に開き止まりから1センチ下、中心、後ろ中心から左右 0.5 広がったところに長方形の線を描いてもらいたいと思います。開き止まりから下の角に向かってこう三角形の後で切り込みを入れる印も書いてもらえたらいいかなっていうふうに思います。こちらの方も生地の方ですね、書いてあるかなと思いますので、あくまでも少し目安になるかなと思いますけれども、この通りには切れなかったり縫えなかったりしますが、目安を書き込んでおいてください。今回使用するコンシールファスナーです。コンシールファスナーの説明は別動画でしてありますのでご参照ください。その際にコンシールファスナーの裾ですね、開き止まりから下はこうパタパタするように、こうちょっと自由度があるように両サイドを留めるのを開き止まりまでにしてもらえたらいいかなっていうふうに思います。このコンシールファスナーの表身ごろの方に先ほど作りました裏地ですね、表の方が上になるように重ねます。表が外側にあるので、これを外表という状態を指します。外表にしてください。開き止まりよりも1センチ下にこの縫い止めが来ますように合わせてもらって、出来上がり線の後ろ中心がここの表の後ろ中心にこうぴったり合うように重ねてください。でここで待ち針を軽く留めておきます。後で外しますのでね、軽く留めておいてください。後ろ中心と脇とがこうぴったり合うように合わせておいてもらって、開き止まりから1センチ下にここの縫い止めが来るようにしてください。この状態にしてもらって、縫うのは基本的には中表になりますので、この裏地をくるっとひっくり返してもらって、
表身ごろの縫い代とこれ中表になるように持ち上げてください。で、持ち上げられましたら、この裏地の角ですね、角がこのファスナーテープに合うように沿うように待ち針で留めてください。少し金具があって留めにくいなと思われたならば、ファスナーをファスナーのスライダーですね、ずらしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。このファスナーテープの端っこと布地の端っこを合わせてください。そして待ち針を留めます。で、あき止まりのところまで来ると、先ほどね留めた待ち針が少し邪魔になって止まりませんので、先ほど留めた待ち針を外してください。そしてあき止まりの下まで、あき止まりの下まで止まるようにしっかりと待ち針で留めましょう。ここですね、ここまでしっかりと留めてください。こんな状態になったんじゃないかなと思います。それでは先ほど 0.5 の線を引いたかなと思いますので、ここを縫っていきたいと思います。上から下の角はここですね。ここまで縫い上げてください。今裏地の片側だけが縫えました。このような状態になってるんじゃないかなと思います。ちょっとだんだん形がいびつなのでややこしくなってきてるかなと思いますが、こんな形になっていたら正解です。こっち側だけね、今縫えた状態かなと思います。そしたら先ほど書きました斜めの線ですね、ここを切り込んでいきたいなと思います。裏地だけ切り込みますので、他のファスナーなどを切らないようにこの角に向かって切り込みを入れましょう。切り込みはね、一度入れてしまうともう元に戻らないので、ちょっとより慎重に切り込みますね。三角形の切り込みがここにできたんじゃないかなと思います。先ほど縫った頂点に向かって切り込まれてるんじゃないかなと思います。それでは次はこのね、三角形の部分のをファスナーに縫い止めたいなと思います。ちょっとややこしいですけれども見てくださいね。今縫ったのを手前に持ってきてファスナーが見えるようにします。で、反対側の方はまだ縫えてませんので、ぐるっと回してもらってこのような形にしていきましょう。そうするとここに三角形が出てくるんじゃないかなと思います。この三角形を縫い止めます。縫い止めるのはこのファスナーとだけですので、この下の布地ですね、この下の布地は縫いません。反対側にこう落としておきましょう。この状態ですね。ファスナーとこの三角形と、そしてこっちのまだ縫っていない方の角です。この角の印ですね、ここを合わせて縫いたいなと思います。ちょっと中で持ってるので分かりにくいんですけど、ここを
ここを縫いたいと思います。三角と反対側の角まで縫い止めることができました。少しだけ裾にあった縫い代を一緒に縫い止めてみました。ファスナーとだけを縫いますね。表から見てもらったら、こんな感じに仕上がったんじゃないかなと思います。若干ここがつれてるように見えますけれども、これぐらいならば許容範囲かなと思っています。それができましたら、反対側を縫い止めるためにも先ほどの角ですね、角に向かってここ切り込みを入れたいと思います。ちょっともう先に切り込み入れちゃったんですけれども、ここを切り込みましょう。ギリギリまで。で、今回もファスナーを切るのではなくて裏地だけを切り込んでください。それができましたら一旦元に戻してもらって、外表になるように戻してもらって、外表ですね、なるように戻してもらって、縫い代だけを中表に合わせます。布端とファスナーの端っこがぴったり合うように待ち針で留めていきましょう。ファスナーのスライダーが少し邪魔になるようでしたら、上げ下げしながら縫ってくださいね。どこまで縫うのかっていうと、先ほど切り込みを入れたので、ここに斜めの線が出てるんじゃないかなと思いますけれども、ちょうどこの角ですね、ここまでを縫っていきたいと思います。完成です。コンシールファスナーの裏地がミシンで付けられました。やはり若干ここがつれてるように見えるんじゃないかなと思います。原因はこの横を縫った時に下の縫い代をたくさん一緒に縫ってしまったのが原因ですね。もう少しだけにするか、ちょっとここね、何重も縫ってしまったのがちょっと強く引っ張ってしまっている原因かなと思いますので、ここを回避してもらえるといいんですけれども、これぐらいならば私としては許容範囲かなっていうふうに思っています。ファスナーのギリギリに今回裏地がついていますので、もしかしたらファスナーにこの裏地を噛んでしまうことがあるかもしれません。そういった時を予防するためには、この周りに星止めっていう形を取ってもらえたらいいかなと思います。今回はご説明していませんが、別動画にありますのでご参照くださいね。今回ミシンでこうすっきりと仕上がる裏地の付け方ご紹介しました。次コンシールファスナー付けられる時には挑戦してみてくださいね。本日の動画は以上です。